世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということでですね、今日はちょっと緊急で動画を撮ってます。まあそんなわけでね、テロップとか多分入れないで動画を出すことになると思うんですが、以上の点はご了承ください。まあなんで撮ってるかと言いますと、もうご存知の方もね結構いるのかもしれませんが、課長さんのね、旧皇族課長の宮チャンネルっていうチャンネルがね、全て動画を消して、まあ今はなんだ、大切なお知らせチャンネルっていうね名前に変わってますね。まあそれに伴ってね、 X の方のアカウントの方も大切なお知らせっていう名前に変わってたのかな。でまあ前々からね結構ライブ配信なんかでも言及しましたし、 X でもちょこちょこ押すと押してたんですけれども、まあね、旧皇族っていう名前を使って、まあ旧皇族課長の宮っていう名前を使うんだったら、しっかりとこうね素性を出して活動すればいいんじゃないんですかっていうお話をしていたんですけれども、まあそんな中ね、すべての活動を停止して、まだこの後に控えてる12月かなに控えてる講演会もすべて中止というアナウンスが流れてましたね。まあそれでですね、動画の中だとまあ折を見てまあ説明をいたしますなんていうことをしてたんですけれども、まあ自分が思うところだとこのまままあ説明とかもなくもう出てこないんじゃないかなって思ってるんですよね。まあそんな課長さんなんですけれども、ずっとですね、僕、ブログを、あるブログを見てまして、まあそのブログっていうのが、課長ひろかず岡崎雄一とは何者かっていうブログでね、これ運営してるのが、偽課長の宮見守り隊さんっていう方が運営してるんですけれども、ですね、確か、ちょっとアーカイブを見てみると、2023年のもう9月3日に最初の投稿がありましてね、もうそこから1年以上、この課長さんに関することをずっとね、いろいろ調査して、それをブログに掲載している方がいるんですけれども、まあこれはね、概要欄の方にリンク貼っとくんでね、ぜひ見ていただきたいんですが、まあ一応このブログをソースにするとですね、課長ひろかずさんではなく、岡崎雄一さんという名前で、まあ当然ね、課長の宮っていうのもまあ、自称しているだけでも本当は全く関係ない人物とのことです。動きがあったからって言ってこうした動画出してるのもなんかちょっと卑怯に思っちゃう人もいるかもしれないんですけれども、まあ自分としてはね、前々からちょっとね違うんじゃないかって思って、まあ自分なりにはまあやんわりでしかないのかもしれないですけど、そういったことをちょっと気をつけてくださいねっていうことをまあ配信しているつもりではあったんですけど、そしてこのまあブログの方はね、自分が説明するよりもまあ実際に見てもらう方が早いんですけれども、まあ、課長さんの本名だとか、以前ね、所属していた日本文化振興会のことだとか、まあ本当に、あと宮内庁に呼ばれた話だとか、まあ、かなり本当にね、こと細かく調べていらっしゃって、まあ自分もね、一応、実際にこの見守り隊さんとこうやりとりもしたことがあるんですけれども、その見守り隊さんをはじめね、X の方で、まあ YouTube じゃなくて X の方で、まあ、課長さんはちょっとこう違うんじゃないかっていうことで、まあ注意喚起を発信していった感じになります。でね、やっぱこの課長さんね、まあ岡崎さんって言っていいのかな、ちょっとまだその辺のことがね動きがないんで、一応まあ課長さんって言っときますけれども、まあ都市伝説界隈ではね結構いろんな人とコラボとかしてましたし、まあそれでまあ有名になったところもあるのかなっていうのはまあ実際のところです。でね、あんまりこれ言ってないんですけれども、まだ、このね、課長さんが有名になる前ですね、全然まだチャンネル登録とかも本当にほとんどないような時にね、実はカムナにも来てまして、まあ、何の話だったかな、イベントをやりたいなのかコラボしたいなのかちょっと、忘れちゃって、自分もまあその場にいたわけじゃないんで、何とも言えないんですけれども、まあ結構ね、カムナの中野さんあたりはまあ、ちょっとそうしたのやめた方がいいっていうところはもうね、注意もしてましたし、まあね、皇族っていう名前をつけてこう活動してるとあとは大変なことになりますよっていうことをアドバイスしたっていうこともありましたし、まあこうした人が、来ましたよってこう中野さんとマットさんからお話をもらった時も、まあ自分もね絶対それはもうやめた方がいいから、カムナとしてはまあノータッチにしましょうっていうことで、でまあさっき言ったようにね、結構都市伝説界隈ではこういろんな人がコラボしてたんだけど、まあカムナとしては本当に何も関わりなく、まあここまで来てたっていう感じになります。それでですね、まあこういったことがあると多分、まあ謝罪しろ謝罪しろっていうことがね今から X で出たり、まあ多分この動画にもねそうした謝罪しろなんていうコメント来るかもしれないんですけれども、まあね自分としてはまあいろいろね講演会とかもやってお金が発生してるんで、まあ謝罪しろっていう気持ちもまあわからんでもないんですけど、
まあ、とりあえずね、その本物か偽物かっていうのは、まあ、公にはっきりさせているわけではないので、まず謝罪しろというよりは、その、説明ですね。今回ね、急に動画を全部消した説明を、まずしっかりした方がいいんじゃないかなと思います。でね、その、だからなんでその説明ちゃんとしなきゃいけないかっていうのは、まあ、この課長さんのところ、馬宿の課長っていう、一般社団法人になるのかな、会社になるのかな、ちょっとそこ、あれなんですけども、それをやっているので、まあね、そこが講演会とか、まあそういったものを一応管理してるみたいなんですけれども、まあホームページの方を見てみてもですね、一応、10月8日の東京講演会は弊社都合により中止となりました。すでに入金されている方には順を追って返金させていただきますので、今しばらくお待ちいただきますようご了承ください。っていうお知らせが一個ね、ちょっとポツンとあるのみなので、まあ中止、まあ一応もうお金を入金されている方もいるので、まあこの返金するのは当然だとは思うんですけれども、まあ一応ね、だから会社としてどういった経緯で、まあこういう動画を消すとか講演が全て中止になりましたっていうのは説明しないといけないのかなっていうのはまあ感じますね。それでですね、あとまあ結構ね、いろんな方の YouTube にコラボって言って出てまして、ムーの無限樹のチャンネルかな、あれを皮切りにね、まあ伏見の宮と関係がないみたいなテロップが流れて、そこからね一気にコラボした方の動画が消えるなんていうね、事件みたいなものもありましたけれども、まああれもね、ちょっとあんまり表立っては言えないんですけれども、いろいろな諸事情があったっていうことは自分の方も聞いてますので、まあそれを、まあ見てる人はなんで動画を消したのか、まあ各ね、チャンネルの運営者がちゃんと説明しろなんていうのが、ポストとかね、X とかでもね、見て取れたんですけれども、まあその辺はまあちょっとね、擁護するわけでもないんですけれども、確かにそのね、説明しろっていうのはわかるんですけれども、まあ説明できない部分もあるんで、まあその辺は、まあ自分の方からも、まあ、なんて言うんでしょうね。ご容赦くださいとしか言えないんですけれどもね。まあそれだけ結構ね、大きな動きがあったっていうのは、まあまあ本当のところではあると思います。まあとにかくですね、その、大切なお知らせチャンネルの、大切なお知らせ動画ですか。まあ一応ね、ここにまあ、今見てる時点で、8500回ぐらい再生されてまして、まあコメントが54件ぐらい、来てるっぽいんですけれども、まあそれでも、本当に課長の宮とこう関係があったのか、関係がないのかっていうのははっきりさせてないから、まあ何とも言えないんですけれども、まあ一応ですね、そのコメントは割とこう肯定的な、意見が多いのかな。まあ大丈夫なんで待ってますとか、まあそういったコメントが多いですね。だからまあこうした感じで、まあ待ってくれてる人がいるので、その説明をね、今その説明できる状況にあるかどうかっていうのはわからないんですけれども、まずそこをしっかりした方がいいんじゃないのかなとは思うわけですよ。まあ自分的にはね、何回も言ってるんですけれども、別にだからその動画、これまでの動画内で言ってることは、まあ都市伝説としてでいいのかな。それで、まあ都市伝説って結局まあ曖昧なものでもあるので、まあ何を言ってもいいっていうわけではないんですけれども、ある程度こう自分のね考えとかを言うのはまあいいと思うんで、その内容には問題ないとは思うんですよ。だからそれで問題だったっていうのが、課長の宮っていう名前を使っていたことっていうんですか、まあそれがだから本当にその課長の宮の血筋の方だったら全然 OK なんですけれども、もし関係がないんだったら、それってまあ戦勝行為っていうんですけれども、まあ、名前を語って、まあ YouTube ってお金も発生してますし、もちろん講演会でもね、お金をもらって、ね、お話を聞いてもらってお金をもらってるわけなので、そうすると戦勝になって、まあ詐欺罪にも当たることなので、その辺をはっきりした方がいいんじゃないかなって、ずっと言ってたんですよね。まあ結構ちょっとね、だらだら話してこう、何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですが、まあとにかくね、大きな動きがありましたっていうこと。まあそれがね、課長さんのチャンネルの動画が全て削除されて、まあ大切なお知らせということで、まあ課長さん本人が、ちょっと今どういう状況にあるか分からないっていうことですね。多分、まあちょっとここからはもう本当に推測の話でしかないんですけれども、まあこうした状況になってるってことは、やっぱりね、その、旧皇族とか、まあ課長の宮っていう名前を使ってたことによって、多分なんか、事件になるかどうかはわかんないんだけど、まあ一応お金も発生してるからなるかもしれないんですけれども、
まあ、ちょっと今後なんか動きがあるんじゃないかなとは個人的には考えてます。だからそれがね、まあ、今まで、まあ、近いところでいうこういう詐欺事件だと、まあ、2000年代に有栖川の宮事件っていうのがありましたけれども、まあ、そこまでの規模になるかわからないんですけれども、まあ、そうした動きがちょっとね今後、まあ、ニュースとして出るのか何なのかわかんないですけど、まあ、あるんじゃないのかなっていう感じですかね。まあ、それでもし本当にそれが事件として出てくるんだったら、なんていうんですかね、まあ、令和らしいというか、こう現代らしいというか、まあ、SNS 上でそういう名前を語って起こった詐欺事件っていうね、結構大きいものとして名前が残っちゃうんじゃないのかなとも思いますけれども、こうやって話してきたんだけども、まあ、皆さんそれぞれね思うところはあると思うんですが、まあ、一応こうした出来事が起きて、まあ、自分がこんなことを思ってるっていうことを、まあ、動画にしようかなと思って今動画を撮ったんですけれども、まあ、それぞれね今言ったみたいに皆さん考えがあるんで、でさっきも言った通り見守り隊さんのねブログのリンクっていうのは概要欄に貼っておくので、まあ、もちろんね自分はその見守り隊さんのブログ読んで、あこれはまあ納得できるところもかなり多いなと思って、まあ、こうしたことを言っているんで、皆さんそれぞれちょっと読んでみてね判断してほしいです。まあ、結局見守り隊さんが嘘をついてるとも言わないんですけれども、やっぱりほらその情報のソースってまあ自分で判断しないといけないものなんで、まあ自分はその割とねこう信用できるお話としてこう見てこういう発信もしてるんで、まあ皆さんもねぜひそちら見てみていただいて、まあ判断していただいて、まあそれでも本当に課長さんがまあ旧宮家だ、課長の宮だって思う人はまあそれでもいいですし、これはちょっと違うんじゃないのっていうのはまあそれはそれでいいと思いますし、まあとにかく今自分ができることってまあねこうした情報って言ったらいいのかな、まあ自分のこう思ってることを発信するっていうことと、あとはもう本当に今後ねどうした動きが出てくるのかっていうのを待つしかできないんで、まあこの動画にほらそんなに意味があるのかどうかは分かりませんよ。まあ講演会も中止になっちゃいましたし、まあ動画も出さないんで、別にね特にこれから何っていうわけでもならないんですけれども、まあ一応ね都市伝説界隈の端っこに身を置くものとして、で、まあ、あと周りの人もコラボしてたりとか、まあカムナにもねそういう、さっきもお話ししたんですけれども、まあ、ちょこっとこう来た経緯があるっていうところも含めて、まあ一区切りついたってわけじゃないけど、一応ねこうした動画を出そうかなと思って今日こんな感じで撮らせていただきました。まあ本当にねだらだら話すだけでこうちょっと何を言ってるか分からなくなってしまったんですけれども、一応こういった出来事がありましたということで、皆さんね思うところもあると思うので、まあ、それぞれちょっと考えてみていただきたいなと、はい、でまあ今後他のねコラボしたYouTuber の方とか、まあ何か情報発信するのかどうかは分かりませんけれども、まあ世界ミステリーチャンネルとしては一応まあこれまで通りそうしたスタンスで、まあ、おかしいものはおかしいってね、なるべく発信していくつもりですので、まあ、今後も変わらず、まあね、動画を見ていただければ嬉しいです。というわけでね、今回、最初にも言いましたけれども、ほぼ編集、まあ、多分全然編集、カット編集ぐらいしかしないと思いますけれども、まあ、話もちょっとね、まとまらずに聞きにくかったかもしれませんし、見にくかったかもしれませんが、そのあたりは本当に申し訳ありません。まあ、というわけでね、今回は、まあ、緊急動画としてこのあたりで終わらせていただきます。まあ、次回はね、また普通に動画を出しますのでね、ぜひ、いつも通りご覧になっていただければ嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。